急遽来れなくなったんだ。大丈夫、うちにはスケットのあの大トップのギターサークルあの方がまたソロで登場して助けてくれますよ。野崎ホークジャボリで、ついに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 やってまいりました。どうもスタジオワッツの皆様、そして放送をご覧になる皆様、あ、お元気でしょうか。ありがとうございます。野崎フォークジャンボリは、ここ野崎大任せ出会い集い、懐かしのレジェンド、僕の魂の数々、魂の先に作詞作曲のオリジナル曲までは熱い思いで弾いたら弾き語る公開ライブ生放送でございます。まずは1曲目、もちろん我々ブラックライブしたから、僕が18歳の時に作った歌、ほんまに実際にあった場所の歌なんですね。この作品から聴いてください。置き忘れて
を拾い集めて進行役 MC 自己紹介をさせていただきます、僕たちがモガクライビスはですね、ここ2002年1月に地元大阪府大東市拠点にギター弾き語りショーという形で結成活動スタートを始めました。それ現在は毎週土曜日ね、この野崎フォークジャンボリー、毎週野崎の三島商店が帰って熱い思いで毎週土曜日この6時間生放送公開なもので歌い続けてるんですね。もちろん僕たちではございません。スタッフ、そしてレギュラー陣の方、ゲストの皆さんのお力をお借りして毎週土曜日歌い続けてることができます。もともとこの野崎フォークジャンボリーする前からは我々出張出前ライブ、今はボランティア賞から紅白歌戦出場しまして、ここ大東市はもちろん大阪市24区、堺市7区、大阪府全43市町村、近頃は近畿2府4県であります福祉関係施設ですね、老人ホームさん、福祉作業所、はたまたデイサービスグループホーム、公民館集会場、病院や学校などのあらゆる場所に目を置いて日々歌い続けております。私が音楽ライブスター座長も務めております。地元大東市生まれ大東市育ち、歌うギター山野智則と、こなすのギター、内田渡る、そして、リードギター、内田光、夢を楽しむと、あ、今日エラーアップ来てるじゃん、実は。カタヤンにお帰り。もうずっとカタヤンに、夏はな、アイスクメで働いてるから忙しくて来れてないから、ずっと自分らでこうやって寄ってんだけど、今日はおるからアップしてね、夢を楽しむと感じかけまして、それが僕たち、僕のクレイブ、一座でございます。内田どう思うの？カタヤンに帰ってきたね、ほんまお帰りやわ、ほんま。さあ、野崎フォークスタジオ、今日もここが生放送、野崎フォークジャンボリしてるんですね。どちらかあるというか、渡辺さんよろしく。あ、無言でいただくんだ、そこは。はい、AR 学園都市線、野崎駅というところがあるんですね。そちら降りてもらって、まっすぐ、ここが野崎の観光さん、野崎の観光さん目指して、まっすぐ一本道の商店街参道を歩いてきて、左側、ちょうどど真ん中に、野崎フォークスタジオがあるんですね。今まさに我々はここで今、公開ライブ生放送をしております。もちろん野崎サンド商店街は、このフォークスタジオ以外にも、食べるとことか、お食事するとこね、買い物するとか、あちこちございますので、まあいろいろが商店街遊んでから、野崎フォークジャンボリー遊びに行ってくるの、ありがたいことでございます。けどですね、今日は盆休み、びっくりするぐらい全部店閉まってるんですね。うちぐらいですよ、今開いてんの。びっくりした、さっき歩いてたら。なあ、わかる。はい。もう隣のリサイクルショップさん閉まってるからね。ああ、みんな盆休みらしいですね。隣のメンズショップ、樋口さんとかに閉まってましたからね。みんな盆休みでございます。でもあれ、まあ、ちょこちょこ開いてる店はもちろん。この辺のカフェ巻いてたかな、今日はね。うん、ことぶき巻いてたかな。いろいろありますので、ぜひとも皆さんの野崎サンド商店街遊びに行ってください。ということで、今日は野崎フォークスタジオ、もちろん公開ライブ放送、今日も生放送来てるんでね、あちこちから応援メッセージ、熱いファックス届いてるね、渡るくん。はい、ありがとうございます。さあ、こちらから行きましょうか、はい、さあ、片山 D アップ、絵の頼むで。はーい、大阪府は高槻市平井でした。平井さんよりいただいております。引くっていう文字かな、これはね、うん、引くっていう感じしてくれて、第109回野崎フォークジャンプMC は無学ライブさん、今夜は常連、門井さん、歌とギターって書いてくれてますね。ありがとう。そうで、今宵の助っ人は、もうもちろんこの方でございます。ありがとうございます。高槻から、みんなでやるな、もんでもみんなでこうやってファックス、生でくれてるな。ありがとう。高槻から平井さん、ありがとう。こちらも来てくれてますよ。大阪市は平野区ですね。レイフォームら新社スタッフ一同の皆さんにいただきます。第109回の時、フォークジャムに、世の中はお盆、その通りです。毎日毎日本当に暑いけど、みんなで乗り越えよう。今日も音楽ライブとともにファイト出せっていうのをくれてますね。もう確かに今ファイトですよ、本当に。まあ毎日俺ら暑い中、もう毎日歌いてね、そんな方だけ僕ちゃんも無事帰ってきましたよ。さて、僕は誰か。あ、今日は片山に帰ってきてくるから、片山にこの方分かります、誰か。クイズやって。片山これ全然知らんねんってな。知りません。全く知らんねんってたね、リハーサルの時から。市民マロコちゃん、あ、さすが、ゲストの方がいてる。まあ、こういう時はうちの知恵袋がおるから。もうめったに喋れんけど、こういう時は喋れん、うちのギタリスト内田光くん。この方のお名前どうぞ。これは、長沢くんですね。あ、長沢くんですね。多分最初は覚えてると思いますよ、僕も。はい、玉ねぎ頭長沢で、らしいスタートの後ろで、うちの内田光くんが今日は分かったで、ちゃんと。ありがとうございます。これクイズ考えも大変らしいね、これずっとね、多分毎週毎週な。ほんまに見知らぬおっさんの映画じゃどうしようかな、もう分からん時ある、これ。ありがとうございます。こちら丸菜さん、早く復活してくださいね、お待ちしておりますよね、片山さん。はい、もちろん。
こちらくれておりまーす。こっち行っても片山さん映ってる？大丈夫ですよ。おっしゃ、奈良県ですね。奈良県奈良市富の国。お、清水さん、清水さんありがとう、くれてるんだ。第109回の公演、はい、くれてます。野崎フォークジャンボリーこんにちは、いつも楽しく拝見させていただいております。昨日の富の国コンサート、あ、ありがとう、昨日我々歌ってたよ、この奈良にね、うん、大変盛り上がり、皆さんすごく喜んでおられましたよーってくれてますね。早いもので結成14年目ですが、その富の国これ7月に結成したんでね、すごいですね。来年の結成15年もお祝いですねその前に12月のクリスマスコンサートを楽しみます。クリスマスコンサート、あの激戦区を我々予約取ってありますから、ね、奈良県の方はまだまだ暑い日が続きますが、体調面に気をつけてくださいね。スタッフ一同いつも応援しております、頑張ってくださいねって言っております。奈良市からありがとうございます。清水さんありがとうね、くれております。こちらもくれてますよ。大阪府は東大阪市ですね。東大阪市は吉田そうそう、アイアイケアサービス東大阪吉田です。寺沼さん、松本さん、田中さんよりくれております。ありがとうございます。だんだん名前がちっちゃくなっていくんですね。すごいですね、ありがとうございます。第109回野崎フォークジャブル願い紅白出場って書いてくれてます。ありがとうございます今年もありがとうございますってくれてます。今週歌いたいと思うかな、うん、もうものすごいあの真っ黄色のね建物なんですが、ありがとうございます。東大阪にくれてます。綺麗ね。あ、うちの内田くんの我々の T シャツのマークまでちゃんとここに書いてくれて、内田くんが書いた我々マークから書いてくれてます。ありがとうございます。こちらもくれておりますよ。あ、これまたすごいですね。奈良県はですね、橿原市ですよ。あ、橿原市か、大阪が橿原市だな、うん、これよう間違うね。橿原市からくれてます。大東市からやったら割と遠いで、その大阪府は橿原を越えないとつかない。奈良県は橿原市にくれてます。グループホームふれあい橿原館長石原さんよりくれた、石原さんくれたんや、ありがとうございます。無学ライブの皆さんへ、真夏のクラクラするような晴天の日に生駒の山を越え、はるばる置いていただきありがとうございます。今週我々はこの橿原に行っておりまして、ありがとうございます。利用者さんはいつもと違う雰囲気で、何か始まるかそわそわされていましたが、いざ始まると普段体を動かすことが苦手な利用者さんは体を動かされて汗だくになりながら、ご家族と共に一緒に楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。12月も楽しみにしております。これまた12月よく撮ってあるんだ、すごいねこれ、ありがとうございます。石原さんありがとう、橿原からわざわざありがとうね。こちらも増えております。大阪市は北区ですね。グループホーム、アセス北梅田職員一同の皆さんにくれて、これまたすごい、橿原の横に大阪の梅田が並んでるってすごい。第100回野崎ホークジャボリ、いつも楽しい時間ありがとうございます。入居者様、利用者、入居者様、職員一同ともに無学来店様の来訪をここよりお待ちしております。目指せ紅白、今年のくれてますね。ありがとうございます。すごいですね、待ちこちから今日もくれてね、まあ、ありがたいことだよね。今日も109回の放送か、あ、来週110回ね、記念のね、すごいね。109回の放送、皆様の熱いメッセージ、ファックス誠にありがとうございました。さあ、野崎フォークジャングル2組のアーティスト登場してきますよ。この方、今日は片谷 D が先ほどモーニングコールしてるね、ええ、無事に起きててよかったですね。あ、ちょうど起きたんか、あれ、さっきそう、ちゃんと起きてよかったよね。もう毎週言ってるでしょ、クーラーがない家に、まさにフォークシンガー、フォークの生き方をしております。無事に電話で起きてくれてよかったね。そのまま永遠の眠りに入ってたらどうしようかと来週思っておりますが、無事に今日も片付いてくれましたよ。山口県下関彦島出身でございます。流れ流れて野崎参道商店街、今日も人生をギターで聴き語るレギュラーの方、この方無事に生きておりましたよ。皆さん到着しております、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おじさん、頑張って。ありがとうございます。109回目の野崎フォークジャンボでございます。ミスタージョーです。Cheers.
眠る僕の部屋
さんの街から呼び出しちまって、きっと疲れていたんだろう。君の部屋より確かなこの部屋で僕はただギターを弾いているんだよ。秋風に光を取られ、秋風に音を取られ、今眠る心配してますよ。もうあのまさに航空シンガー暮らしっぷりアパートでクーラーないアパート住んでるからもうみんな命がけでね、毎週のことでもう先ほどギター弾かれるのは部屋が暑すぎて弾かれるんでしょ。それ弾かれればこんな暑い中よくクーラーなしで。ラッシュ大崎さん、どうやらこの間ちょっとお話した時に、うん、今年はもうクーラー断念して、うん、もう我慢して今年の夏乗り切ろうってのがこれは決意したらしいですね。いやあの僕もね、の私もあの団長の思いでなるほど買おうと思っていたんです。せやせや、俺とあの内田渡ると3人で、うんうん、電気屋行くぞ言ってこれ喋ってたもんね、3人で、うん、でも今回はもう我慢する。ちょっと待ってよ、だんだんね、もう日増しに日もね、うん、あのやらかいってことからね。それが今日暑かったやろ。暑かったもう大丈夫、我慢って宣言したけどいや、まあね、大丈夫です。あさすがフォークシンガー生き様でございます。今日の曲目は最初の曲は、うん、あの山崎遥香さん。なるほど、ちょっと曲名題名忘れたんだけど。なるほど要するにカバー曲でしたよね。2曲がオリジナル曲ですね。あれは僕の部屋、寝ました、僕の部屋でクーラーないって言ったんですね今日も最高のギターいかがでしたよ。無事に帰ってくればありがとう。来週もなんとかかけてください。翔崎翔でした、ありがとう。翔崎翔が無事かっていうのは、ね、我々もう毎週心配しておりますからね。この間も先週言いましたろ、携帯電話かかりになって絶対倒れたと思ったけど、なんとか無事に来ておられてよかったなと思ってますさあ今夜のゲストの方でございますが、毎年8月といえば皆さんお待ちかねのあのウクレレ弾き語りのね、ゼリー早川さんが8月で夏男登場する。今年はちょっと8月来れないらしくて、そんな時大丈夫、うちの泣き僕じゃん、ちゃんと助っ人の方がおられるんですね。この地元大都市のギターサークルトパーズの一員の方でもおられます、ね、もちろんこの番組見てる方のマニアの方はもう助っ人といえばもう数々のゲストが来られる時かなりいつも助けてくれてるこの方の登場でございます。さあギター弾き語りを楽しみにしてください。さあ助っ人来てくれました、この方の登場でございます。よろしく助っ人。こんばんは。こんばんは。助っ人ファミリー今日は お盆休みでね、本来は僕も田舎の方に帰ってるんですけど、なんとか今日はこっちにまだおりまして、助っ人またやらせてもらいますけど、ギターサークルズトパーズの門井です。よろしくお願いします。門井さん、あ
ありがとうございます。本当に60過ぎてからギターやったメンバーが下手なギターで頑張ってるんですけど、そんなことないです最近結構8月でもゆっくりできるかなと思ってたら、いろんな施設から要望がありまして、ちょっと忙しくしてます。8月といえばね、戦後71年、去年もね、70年で、ちょうど去年もこの頃に僕来まして、あの人の手紙、ね、かぐや姫のあれを弾かせていただいて、また偶然にもまた8月ね、明日明後日終戦記念日ですけど、今日はですね、フォーククルセイダーズ、フリーですよ。1966年、僕は生まれてますけど今日この時に生まれたという片山さんも言ってますけど、年が分かりますね。戦争は知らないっていう曲なんですけど、知ってるかな、みんな初めて聞くわという人もおるんですけど、フォークが出始める頃ね、反戦歌が多かったんですけど、その一つの歌です。よろしくお願いします。ということで、今地球の反対側ではリオの方でオリンピックをねやってますけど、
私の親戚も、ブラジルに移住した人がおるんですけど、もう大変な、ブラジル経済の中で頑張ってやってますっていうことで、本当に、このほんわかスタジオでもね、この歌で本当に平和のね、架け橋をねやっていきたいということで、次は栄光の架け橋、この歌はゆずがね歌った歌で、ギリシャの、ね、アテネオリンピックの時にね歌った歌ですけど、戦争も今ねいろんなところで紛争がありますけど、やっぱり平和の祭典、また、歌は世界各国で平和のね、シンボルとなって、もう世界共通語ですから、歌はね、本当に歌で平和を広げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。栄光の架け橋です。Good song.
ありがとうございました。ありがとうございます。いや、田辺さん、助っ人ありがとうございます。もう助っ人おかみすんません、ゼリー早川兄さん電話で、あの、ありがとう、すんませんって言ってください、言っておりましたんで。いつも忙しそうに、ほんまの時お盆で帰らないかもしれないからね。容態と絞ったこっちゃで、ありがとう。川添さんでは、まあ、トパーズ、大事ギターさん、トパーズは、まあ、この番組いつもお世話になってねけど、と門井さんといえばあれもね、片山であるんですよね。これでございますよ、片山であろう。あ、ちょっと映ったんちゃう今。これですね、片山さんアップしてあげてください。門井さんといえば歌だけじゃございません、盾してるんですね。いわゆる侍でございますが、盾もしてる。今度どこに、これ どこであんの、これ門井さん。最初はね、野外センターでね、野外センターでこの、まあ、野崎本若スタジオけども、山の上、本場山の上ね。俺らも歌ったことありますよ、ここは。そこで何月9月22日、大東市のボランティアガイド、やまびこさんの依頼でね。なるほど。みんなで、あの、子供たちが来たら、うん、一緒に兜やら鎧を作って、うん、で、飯盛山城まで行こうっていう感じ。なるほど、その、あの、イベントで、はい、こういう確保して。そうなんです。これ作ってんね、かぶさん、手作りでこういうのも、はい、全部甲冑を。甲冑も作るんですね。すごいんだよ、加藤さん、器用なんだよ、とにかく。こういうこともやってるんですね。ご興味のある方。あ、これ、あの、縦のそのサークルも、日々大都市練習してるもんね、みんなで。アクロスでやってます。そうやってね。ぜ、興味のある方は、縦、慣れたらまで行ってもいいですね。で、チャンバラの体験コーナーもありますし。あ、その意味あるんだ。縦の演技もあります。これはちょっと、詳細ジョージが普段の鬱憤を晴らしに、文を振り回し行くかもしれません。その時はどうか。うまいこと、あの、はい、あの、涼しいところで、あの、よくどこに行くかしたら、はい、こういうことをしてるんですね。今日も助っ人でね、いい来てくれて、この忙しい盆の中、わざわざ助っ人で来てくれて、最高のカバー曲、ギターいかがでした。門井正弘さんでした。どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでまして、ちょっと久々来てくれたね。うちの塩崎城、ジョージと共に、このライブフォークジャンボに、あのレギュラーの方が、もう何週間ぶりかな、久々帰ってきてくれましたよ。ありがたいことで、今日はすごいね、塩崎ジョージ、門井さん、そしてこの方、聖夜揃いですね。もううちの番組欠かせない3人が見事に揃ってくれましたね。野崎フォークジャンボからの3人でかぐや姫をやってまいり、呼んでおりますけど、我々ね、あの、野崎姫ね。もちろん地元大東市の在住のミュージシャンでございます。元々は都内の駅、住の戸駅のそこのストリートミュージシャンもしちゃった方なんですよ。で、僕らが、第1回の野崎王子の時にどうかお力を貸してくださいと声かけてレギュラーに参加してくれたこの方、久々塩崎ジョージと揃い組でございます。よろしくお願いいたします。なかなかちょっと今最近ちょっといつも遅いから来るもないんですけど、まあ、たまたま11日からちょっと盆休み入りまして、その間ちょっと今日の朝、昨日まで、昨日おとついから田舎ちょっと帰ってて、1時間の前に帰ってきたんですよ。まあ土曜日たまたま盆休みの時からこういう時しかないからね。でも皆さんはこれからお盆ですね。いろいろ帰ったけど結局盆の準備手伝いするもなくて、何しに帰ったかよく分からないところあるんですけど、それで曲は相変わらず決めてなかったんですけど、ただ片上さんがさっき終戦記念日とか言ってたんですけど、ちょっと今日はちょっと戦争関係じゃないんですけどね、まあちょっととある亡くなった人のやつで思ったような歌があるからそれやってきますわ。さだまささんの歌で、セロ弾きの豪州、風緑ってアルバムの B 面の曲に入ってたやつですわ。ただ曲は言うてもいきなりできるかどうかわからない。そして
幸せだ。寝屋川からこう言って今日見に来たんだけどね、あれ番組始まって思ってたでしょ、あれ最初歌ってはったからほら始まる1分前ぐらいまでずっと歌ってたよ、よう変わらず歌ってる、それがすごいでございますよ。山田さんありがとうね、本当に忙しい、今日はみんな揃ってくれて嬉しかった。本当最後の弾き語りした山根正彦さんでした。ありがたいことでございますよ、本当にすごいね、今日門井正彦山根雅彦、まさまさ揃ってってすごい僕間違えそうなんですよ、雅彦、雅彦をねすごいんだよねということでございましてね、ムガグラミスター選手の野田木フォークジャンボリーから今週の野田木フォークジャンボ、この土曜日までねまたあちこちね熱い思いで歌ってきたんですね。もちろん僕らには盆休みとか、だから祝日、初めて祝日、山の日とかもね別になかったでございますよ。それはなぜかというと、もちろん我々の歌を聴きたい方が待っておられてるってことで、僕らもちろん今週も歌いまくってきました。渡辺君よろしくお願いします。はい、8月の7日の日曜日、日曜日、はい、奈良県は橿原市ふれあい橿原福祉グループホームイン家族会食堂ホールショー行きましたね。家族会ってね、まあ、あんまりあの施設回ってない人もいるから僕分かるかもしれない、家族の人も集まって
一緒にこうみんな僕らライブも聴くっていうね、そういう会がありましてね、もう家族もみんなに喜んでくれてね、みんなに盛り上げてくれて楽しかったね。もう本当に前列をもうお母さんこの辺にやるからね、それみんなうわーやってくれてね、楽しかったね。もう貸し払うけど終わってバーって帰ろうと思ったら周り全部田んぼやからね、すごいよね。ほんで電車も単線、もうあの車両が3つぐらいので電車しかできへんでね、すごいよね。そういうほんまに貸し払うの奥っちゅうかね、もう田舎で、田舎の風景で、でも逆に僕らもう休み、ふるさと帰ったりしないからね、そういう景色を、なんか見れ、ふるさとの景色見れたなという感じで、いい夏の思い出となりましたよ。ふれあい頭の皆様、最後のライブありがとう。そして、8月の9日の火曜日、大阪府は東大阪市、アイアイケアサービス東大阪、通所介護吉田事業所、1階デイルーム会場。行ってきましたね、まあ、常連組ですよ。毎年この時期になったらお呼びかかって歌いに行きます。本当に最後に真っ黄色の建物でね、あそれとも一回間違ってね、あのイエローハットとかいうところに間違って入りそうなんだけどね、もう黄色の建物持ってねことやで、ね、で今回は皆さんでまた盛り上げてくれて、あのもう始まる前からもうだいぶ会場も温めてたな、すんごいもう温め職員さんまくってくれててね、ありがとうございます。最高にもらえて楽しかったです。本当にありがとう。はいはい。そして8月の11日の木曜日、うん、大阪市は北区アセス北梅田福祉グループホーム飲食日山の日2階食堂ショー行ってきましたね。本当に梅田ですからね、もう貸し柄と景色全くちゃうからね。この辺があの祝日か今年から初めての山の日でね、もう山の日コンサートを歌いに来ましたね。もう前のお母さんとか後ろから一生懸命してくれてね、終わった後みんなこう恒例でね、あの3人が席分かれて、それぞれこう一緒にお母さんとお父さんがコーヒー飲むっていう会があってね、それとちょっと皆さんとねおしゃべりしながら食べて美味しかったでございますよ。皆さんありがとうございます。ゼリーをものすごい勢いで食わさせていただきましたよ。ありがとうございました。最後でした。ありがとう。そして8月の12日の金曜日、奈良県は奈良市夢の架け橋富の国福祉デイサービス&グループホーム夏の1階食堂コンサート、昨日踊っててんな俺ら奈良市でな、もう暑かったよね昨日もね。そんな中また皆さんも歓迎とか書いてくれたりして、もうみんなね花道もど真ん中綺麗なけんで、もうみんなももう無学の味方をうまいことも知ってるから中見てるから、もうそんな中盛り上げてくれてね、本当に楽しかったでございますよ。もう最高の一週間でございますね。富の国の皆さんも本当にありがとうございました。以上ですか。はい。まあちこち待って帰ってきました。世の中盆休み、そして夏休みですか。うん、商店街はもうお休みだらけやね、店ね。びっくりしたね。こんな休んでると思わなかったね。無学ライブ、いつだ、おじやん曲でお休み。うI'm gonna make it.
月曜日大阪府堺市堺区、うん、おー堺区か遊和荘高齢者共同アパート珍しいね、はい、高齢者共同アパートというの珍しいよね。なんか僕らのホームページ見てかけてきてくれってね、もがくさんついに予約取れたって喜んでましたね。行ってきます。そして8月の17日の水曜日行くよ。大阪府は豊中市シルバービーハウスことぶき副室初回の施設出ました。ことぶき、これね毎年8月何年連続行ってると思う？渡るくん書いてる11年連続すごいね。俺ら14年やねん歌って、だから地元大東市だって、もう豊中行って始めた時から毎年8月の予約を1年前から取ってはる、すごいやろ。もう年賀状にも書いたらね、この8月何日よろしくすごいね。おちさん、あの親子でしたらね、おちさん親子に会いに行ってきます。そしてもちろん吉田さんも会いに行くよ。そして8月の19日の金曜日大阪府は高槻市、おー高槻か、鳳凰有料老人ホーム、うん、常連組でございます。ホームに今年2回目ぐらいかな、はい、もう行ってきます。以上ですか、はい、無事にまだ野崎ホームちゃんも帰ってきております。キャー、今宵の109回面白かったね、うん、まあなんだって助っ人の門井さん来てくれて、山根さん久々帰ってきて、そして潮斎で3人その組、もう野崎姫が久々3人そろってね、あ普通3人でとこうあリハーサルで影を打った時みんなでハモった人の話するけどねあれいいんだよね。しかも片山にも久々帰ってくれてね、ありがとうございましたね。片山にもう普段アイスクリーム屋やから、もう夏休みほとんど来られるらしいけど、今日は来てくれてありがとう、うん、よく来てくれたわ、ありがとうございます。さあということで来週はついに記念すべき110回でございます。来ましたね110、これ100回お会いしたばっかりやろうてな。110回記念日もこれまた初登場の方がゲストに来てくれますね。まあ一人の方はメンバー一人の方は他のグループでも出てある方なんですけど、
豊浦歌声クラブっていう僕らみたいな施設回ってる方々が、東大阪市から、110回のお祝いのゲストに駆けつけてきます。皆さんそれも初登場なんで楽しみにしてくださいませ。さあということでございまして、野崎ホームジャンプ109回、今日その3人呼んじゃおうか。夢と共演やろこれ、すごいやろ。ゲストの門井さあ、そしてレギュラー陣山根さんと招待状、よろしくお願いします。さあということでございまして、109回野崎フォークジャンプに最後はもちろん盛り上がって終わりたいと思います。もちろん僕たちのオリジナル曲です。こんな感じでの今が1対1とお手本を見せします。こんな感じで盛り上がっていただけたら、まあ、せーの、頑張れよ頑張れ頑張らなあかん、そう頑張れよ頑張れ頑張らなあかんと歌っていただきたいんですね。さあ放送をご覧の皆さん、そしてスタジオの皆さん、105回最後皆さん盛り上がって切れますか。では最後皆さんよろしく、頑張らなあかん、頑張れよ頑張れ頑張らなあかん、頑張れよ頑張れ頑張らなあかん、明日とかが来ない、 君が働き道を歩いてたら突然道がなくなっちゃった、どこにも進めない、時間はさっさと過ぎたんだ、夢なんかがないかわからない、しょうがない、 hey! 君は遥かな山を登ってたら突然山が崩れちゃった、目的地などない、次にはどこの流れます、夢なんてかなくがわからない、今のうちでやっておきましょう、みんな行くぞ、揺られながら自分の夢を見つけに夜行列車に揺られながら